ドリームリストっていうサービスはですね、憧れの方から自分だけに合ったメッセージが届いたり、1対1でオンラインでお話できたり、本当にクリエイターの方とか著名人の方によるんですけど、お会いできたりっていうこともありまして、憧れの人となんかつながれる世界になったらいいなっていうところから構想してて、はい、いやいや、もうよろしくお願いします本当に一生懸命メッセージ送るので、はい、これからね、またこれがどんどん広がっていって、テニス界全体、スポーツ界ですね、全体に広がればいいなと、僕も思っております。
狙った。スタイルです。あれが来ると思う。あれ。ナイスマッチ。よかったです。ラブスターなんとか、勝つことができましたけど、もうノーアドのポイントがあったり、まあ、どっちに転がってもおかしくなかったから、ショートセットだったので、ね、特に1ポイント1ポイント大きかったです、はい、そうですね、今日も、まあ、少ない時間でだいぶ集中してプレーできたかなと思うので、まあ、本当に紙一重な試合だったと思うので、まあ、これでも楽しくプレーできたのでよかったかなと思います。はい、まあ、まずとっても楽しかったですね。普段そんなに僕ダブルスやらないんですけど、こうして内山選手と組ませていただいて、で途中いろいろ話もしたりしてすごい勉強になったし、松井さんと上杉のプレーは本当にやっぱりダブルスの本当一流のプレーで、大事な場面とかプレーがすごい良かったんで、すごい僕も勉強になりました。ありがとうございました。はい、まあ、松井選手上杉選手のプレーは本当にもうダブルス、もうザ・ダブルスという、こう組み込んでる、プレーっていうのが本当に随所に見られて、本当にいいプレーだったと思います。まあ、僕らも、まあ、普段からダブルス多くやってるわけじゃない中でも、こう、まあ、シングルスプレーヤーでもダブルスやり方によっては全然勝つチャンスっていうのは試合の中であるので、その中でこう探ってはみたんですけど、まあ、壁は硬かったなと。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。